こちらはね、あの芳名酒の花って言われてる芳名酒の酒粕がね、あの使われておりまして、生の酒粕よりももっと便利にね、もう粉を溶かすだけで美味しく熱々が飲んでいただけるような粉末タイプになってます。生姜が効かしてあることと、さりげなく芳名酒が入ってるっていうのもちょっとポイントなんですね。で、新しくレモン味の甘酒も出ております。福山らしいお土産にもおすすめになってます。ぜひ皆さんでね、お召し上がりください。